お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今日もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日ね、世界大会ね、ありましたね。はい、お疲れ様でした。ファブゲーミング。素晴らしい試合でしたね。試合見てない方はね、ぜひね、アーカイブあると思いますので、世界大会のことについても話しながら今日はね、ちょっとやれればいいかなと思ってますので、ネタバレとか、いろいろ、ちょっと嫌だなって方はね、僕の動画撮っちゃってね、はい、アーカイブ見てきてください。というわけで、あと、一つ、告知といいますか、皆さんに言っとくこととして、ですね、トロフィーですね、今僕、最多トロフィー7700ぐらいなんですけど、はい、今シーズンね、ロングシーズンというところで、トロフィーね、8000を、ガチでね、目指します。はい、ですので、トロフィー8000堂の生放送をね、やります。で、半ばぐらいかな、はい、12月の半ば、後半ぐらいからか、ケンツも一緒にやります、はい。世界大会ね、出たケンツ飯も、一緒にやりますので、チャンネルはね、違うんですけど、一緒の、はい、近く、横の部屋で、みたいな感じでお互い8000目指してやりますので、ぜひね、そちら楽しみにしていただければいいかなと思います。というわけで、本日使うデッキは、ウォールブレイカーですね。はい、世界大会でも、2v2 でもね、見られましたし、1v1 でもね、見られました。ウォールブレイカーデッキを、今日やっていきたいと思います。で、今、ちょうどグローバル200ぐらいに入りましたね。はい、190やっていきたいと思います。で、世界大会話すことありすぎて、何から話せばいいんだろうって、感じなんですけど、そうですね。まずは僕、今回解説をね、務めさせていただきました。本当に、マジで世界大会っていうワーで、ね、解説っていう、めちゃくちゃ、ね、すごい大役を、今回ね、やらさせていただいたんですけど、いやー、正直ですね、結構緊張したんですよね、初っ端。そう、初めてなんですね。YouTube の方で、いつもみたいに実況、そして解説をやってるのはやってるんですけど、この公式の場で、ですね、そう、解説をやるっていうのは初めてだったんで、ものすごいね、結構緊張しましたね。はい、なんで初めの方とか、僕今回3試合かな、解説やらさせていただいたんですけど、あ、待って、これ、神相性引いた。いや、マジで、いや、もう、グダグダっていうか、もう、マジで、本当に大したこと言ってなかったですし、特に、大事なことも、そう伝えられたかな、っていうような感じで、ちょっとね、この、視聴者さんとしては、っていうね、感じがあったかもしれないんですけど、そこはね、本当にちょっと申し訳ないなと思いますね。まだまだ、自分の未熟さが、はい、出てしまったかなと、いうのはね、思っていますので、そこはね、ちょっと、すいませんというね、気持ちで、いっぱいなんですけども、岸さん、そしてドズルさんがね、実況、僕が解説するとき、するときに、してくださったんですけど、お二方に、すごいですね、サポートといいますか、結構リードしてもらって、引っ張ってもらって、なんとかね、なんとか本当にやりきることができましたね。本当にちょっと不安な部分もあったんですけど、なんとかやりきれてよかったですっていう、はい、感じで、ございます。でも、やってるうちに少しずつ、自分の中では、慣れていったと言いますか、結構2試合目、3試合目は、1試合目に比べるとね、結構、相手のデッキであったり考えであったりだとか、ちょっと喋れたのではないかなとは思いますね。はい、バレルがいててって感じなんですけど、はい、僕の解説についてはそんな感じかな。はい、疲れましたね。はい、朝5時からだったんで、会場にはって言いますか、事前準備と言いますかね、その事前にはもう少し早く集まっていましたので、バレル投げてきましたね、この人。そう、結構朝早かったんですよね。なんで、今、帰ってきて、撮ってるんですけど、眠いっすね。もう寝たいっすもん、僕。本当に、寝たいんですけど、今日の動画、撮らないとっていうね。やっぱ、毎日とか大事なんでね。これ、神相性なんですけど、お相手さんがちょっと上手くて、苦戦しております。
で、まあ、あとは、まあ、1試合目から振り返ると、まあ、リキッド VSOGN、まあ、特に言うことないんですけど、特に本当に言うことないですね。まあ、リキッド、強いですね。今回、イーゴー選手という、プレイヤーがいたんですけど、まあ、マルチですね。結構トップなプレイヤーなんですけど、クララトロフィーがね、すごい高いプレイヤーになるんですけど、オフライン大会ですね。そういう公式の場で初めての、そう、世界大会で初めて出場します。する選手だったんですね。今まで OGN は、OGN じゃないわ、チームリキッドはですね、なんと3人で、クララリーグシーズン1準優勝、シーズン1優勝か。で、シーズン2、優勝、シーズン1優勝、シーズン2準優勝、なんと3人ですよ。もうこれはなんかすごい。3人でやってきたんですよね、3人で。はい。で、まあそこに今回ね、前シーズン、トロフィー、世界1位の、これとスケラ、チェーンスケラですね。はい、前シーズン世界1位のイーゴー選手が加わったんですけど、まあ初めての、こうね、公式の場が世界大会っていうのも鬼緊張しますし、まあそこで今回なんとね、もうものすごい素晴らしいね、成績をね、残してたんですよね。なんで、それはもうやっぱ、海やとは違うなーっていうのがね、ちょっとありましたね。マジで5勝1敗とかだったかな、イーゴー選手。はい、今回総合。いやー、すごいですね。初めて、こう公式の場に出て5勝1敗っていうのは、しかもまあこの世界大会ですかね、本当に。トップばっかりが、てかトップ、もう上手い人しかいない中で、初めてで、その自分の力をね、十分発揮できるっていうのはね、えげついなと思いましたね。よいしょ。まあ、あとは、もう、なんだろう。もう、すごい、すごい人たちの話、何話せばいいのかわかんないですね。すごすぎて、マジで。まあ、SKVS リキッドかな、やっぱ一番熱かったって言ったらあれですけど、まあ、白熱していたのは、そうですね、今回サージカルゴブリン選手が、ビザ、の、問題でこう出れるか分かんなかったんですよね、世界大会に。そう、ちょっと前まで世界大会やばい、行けないみたいな、そうツイートしてて、こう、まあ、僕らとしてもマジって感じだったんですけど、まあ、なんとね、今回間に合ってね、前日に、来ましたって言ってました。前日にロサンゼルスに来て、まあ、少ししか寝れてないっても言ってましたね。もう全然寝れてないって、まあ、なんですけど、まあ、そんな中でね、なんと、いや、素晴らしい活躍をね、今回していましたね。もう少ししか寝てないような人の動きじゃなかったですもん。いや、マジで、これ見てほしいな、見てない人、世界大会。マジで、これ見ないとマジで損すもん。よいしょ。これ、ライターの気はまだわかんないですね。なんか、適当に出してると、勝手にディガーとウォールブレイカーが入っていて、今ちょっといい感じですけど。よいしょ。はい。で、まあ、サージカルゴブリン選手 VS、誰だったかな、ちょっと待ってね、思い出すね。誰の試合だったっけ、サージカルゴブリン選手 VS ね、ちょっと待って、誰だったっけ、ラストだ。そう、モーテン選手だ。これはまた、あんま具体的なことはね、もう言わないんですけど、マジでね、そうですね、モーテン選手っていう、まあ、SK ですね、ウエストで優勝したチームの、その時ね、そのシーズン2での成績で10戦中9勝1敗、もうほぼ最強、1回しか負けてない、モーテン選手が、と、サージカルゴブリン選手が試合する機会があったんですけど、まあそこでですよね、なんと、よいしょ、これ削っていきます。なんとですよね、もうこれはまた素晴らしい、もう奇跡の、ここは言っちゃうんですけどね、奇跡の1残しで、サージカルゴブリン選手が勝つっていう、いや奇跡すぎますよね、世界大会で。すごくないですか、もともとサージカルゴブリン選手って、あ、ラッキーが出た、この人前シーズンちょっと
上位フィニッシュだったと思うんですけど、あれわかんない、ちょっと待ってね、見るね。あ、マジでマジマジ、この人ほら JC57、結構うまいねこの人。スケルトンラッシュが得意なんですけど、今ロイヤルジャイアント使ってましたね。サージカルゴブリン選手って結構クラロアっていうゲーム上昔からすごいね有名な選手なんですね。ヨーロッパの方で昔からこう結構3年ぐらい前からとか、もうそんぐらいからもう大会で優勝、準優勝とか優勝、いろんな大会でこう成績残してきて、本当にもうクラロアといえば、サジゴブと言われるね、結構トップの、本当にトップオブトップの選手だったんですけど、その方なんとね、公式での、まあ、オフラインの世界大会には出たことなかったんですよ、今まで。はい。で、今回出れるってなったんですけど、ビザの問題で、私は初めて、こう3年間ね、夢見てきた世界大会に、初めて出れる楽しみだって言ってたのに、出れないかもしれない、私は非常に辛いですってこう言ってたんですよ。ですけど、こうなんかいろいろこう手続きとか頑張って、なんだね、世界大会出れるようになりましたって言って、前日、はい、行って、もう眠いって、あんま眠いとは言ってないか、あんま寝てないとこう言ってる中で、こう、ラストにですね、1差で、勝って、いや素晴らしいですよねマジで。いやなんかもう熱量がもうね、ちょっと感動しちゃいますねこっちが、本当に。よいしょ、これちょっと柳で、あ、オッケー、はーい、マジで。なんでちょっとねモチベ上がりますよね本当に。やっぱこう、まあ、見てる側としてはまあうまいなーって言うかもしれないんですけど、まあ僕とかからしたらやっぱこううまいなともちろん思うんですけど、まあ思うだけだったらね、ちょっと自分はそのステージに立たないといけないと言いますか、僕は立ちたい人なんで、あれを超えないといけないわけですからね、言っちゃうと。そう、まあそう簡単なことではないですよねまあですけど、まあ、あの選手たちとね試合行きたいですしね、個人的に楽しみですし。まあ、ですので、まあ、もっともっとね、僕、まあ、自身が、まあ、僕の自身がね、いやー、まだまだだなって感じましたね。世界を見ちゃうと。もっと頑張んなきゃ、もっとやれるってなっちゃいますね。ここは、ゴールも展開したすぐですので、ちょっと攻めていきたいですね。ここバルキリーにビビドラゴンタゲ取りますので、横からコウモリで、いちゃつきたい。おまじゅかちゃんが射抜いてますね。ここは早めに削りつつ、よいしょ、溶かしていくよ。で、トルネード使ったすぐで、ベビードラゴンもありませんので、このコウモリ無双ですね。で、この間に飛ばして、飛ばすと、守れなくなっちゃうみたいな、ことが、ありますね。ここ、なんか守れそうでしたね。ちょっと、なんか、つら。捨てちゃった。まあいいや。はい。で、おー、痛いっすね。え、これ結構痛い。やばい。まあまあまあ、落ち着いてね。で、2600か。ちょっと辛いんですけど、これね、勝っていきたいっていう感じで、世界大会超激アツだったんで、皆さんね、まだ見てない方、ぜひ見てください。これ、ダクネ、どっか行け。うん、おーしおしおし。まあまあまあ。で、これ、トリプルエクサになっちゃうと、ウォールブレイカー全然通んない気がするんですよね。まあ、わかんないんですけど。よいしょ。さあ、ここも行きたいですね、今。で、タルババプラストルネードが防衛安牌ですけど、ワンチャン回ってない。オッケー、オッケー、ここちょっと早めに溶かしたいですね。で、ここちょっとあれですね。いや、攻めたい。うわー、これちょっと厄介。これちょっとね。矢の雨で一応防衛して、このベビードラゴンはちょっと強できそうですね。あ、やばい、こメガゴの方が良くない。オッケーオッケーオッケー、よし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 、これ耐えれますよ絶対。俺は耐えるんだ、俺は負けない。オッケー、コウモリ囲む。オッケーオッケーオッケー、で気持ちいいスクレットも出す。オッケーオッケーオッケー、オールブレイカー適当に飛ばしてるだけでね、これ絶対、あ、終わったくない？あ、GG。あれ、ちょっとやばい、しちゃったかも。
これは拾えなければ俺の勝ち。いやーちょっとね、世界大会やっぱ見た後っていうなるとね、勝っちゃうんですよね。はい。いやなんかね、ちょっと気分いいですね。いやマジでファブがね、こう、いや惜しい結果だったね。マジ辛いですね。なんかほんとにね、結構その日本のチームがこう行っちゃうと、僕らからすると結構悔しいんですよね。そう、まあ悔しい部分があるんですけど、こうね、いざこう、まあ、解説してるとめちゃくちゃ勝ってほしくて、本当にあそこの舞台に、そう、僕が行けなかったところにこう立ってるんだから勝てよって、こうね、すごいこう勝ってくれ勝ってくれでめちゃくちゃね思ってたんですけど、いやーまあ勝負の世界ですからね、まあそこがまたね面白いんですけどね。はい、というところでね、世界大会ね終わりましたけど、はい、ちょっと3連勝して気持ちいいっすわ、という感じで、マジでケンツのねトロ8000動もやりますし、 YouTube の方もね頑張りますのでね、ぜひぜひこれからもねご視聴よろしくお願いします。といったわけで、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れっす。